目と目が合う瞬間好き。さあやっていこうか、バイオジョー観光ツアーインスパニッシュということで、今回もやってまいりましょうか。はい。前回はですね、動物園を皆さんにご案内したかと思うんですけれども、まあ残念ながらですね、こんな広いお城でですね、動物園というエリアはですね、まあ、たった一つしかないということでございます。で、さらにたった一つしかない中でですね、動物園だからさ、園って言うくらいだからさ、いろんなのがあるんじゃないのと思ったらですね、わずか一匹の動物しかね、皆さんね、飼育していなかったということで、非常にがっかりされたかと思います。ということでですね、仕方がありませんので、皆さんを今からですね、せっかくこちらにですね、来ていただいたんです。せっかくお城に来ていただいたんですからね、はい。もう楽しいですね、パーティー皆さんと共に過ごしていきたいななんていうふうに思ってますんで、今日はそちらをご案内していくということで、お許し願えたらなというふうに思います。でですね、今こちらにですね、宝物に1個2個ってあるんですけれども、残念ながらそれを開けるキーをですね、今私の持った方で持っておりませんので、そちらを手に入れてからまたこちらに戻ってきたいなというふうに思いますんで、とりあえずオープンセサミーということでございます。でこちら開けるとですね、はい、こちらのですね、お城主さんのですね、なんだったっけ、ああそうだ、へそくりがありますね。あなたをですね、今からショーにご招待させてあげますよ。ごきげんよう、ミスター・ケネディ。はい。ちなみにですね、サラザールさんのですね、役柄に関してはですね、はい、役柄じゃないですね、サラザールさん本人に関してはですね、原作の方で20歳という設定だったんですけど、ここでは年齢に言及されていませんので、本当に20歳なのかどうかがわからないというような状態になっているというところでございます。ところがですね、この蝶さんですね、この日本語を喋っている蝶さんという方はですね、野原銀之助っていうですね、65歳のですね、クレヨンしんちゃんの皆さんご存知ですかね、クレヨンしんちゃん野原しんのすけさんのですね、はい、の、お父さんですね、お父さんじゃない、おじいちゃんですね、はい、お父さんが野原ひろし35歳で、30歳の時の第1子ということでございます。そして、65歳のですね、ってことは30歳の時の野原ひろしさんということでございますんで、はい。ということで、お互いね、30歳にそれぞれ息子が生まれているということは、変わりないかなということでございます。で、こちらですね、こちらがパーティー会場なんでございますけれども、はい、パーティー会場と言いながらですね、もうすでに、ね、ゼロコーラがね、噴射しまくっているということでございますので、ゼロコーラ噴射ナウということなんでね、はい、皆さんこちらで炭酸を飲みすぎてね、お腹ダボダボにならないようにだけ気をつけていただきたいと思います。で、彼らもですね、パーティーに参加をする人たちなんですけれども、残念ながらこちらのパーティーの店員がですね、2名になっているんですね。パーティーで楽しみたいよという方々はですね、こちらのですね、はい、そうなんです。こちらのですね、パーティー、生き残りサバイバルツアーということで、生き残りもサバイバルも同じような意味がするかもしれないんですけど、まあそんなことはきっとかつて気のせいでしょうということでございますので、はい。ということで、やばい。ということでございますんで、はい。皆さんでですね、こちらのね、パーティーに参加するためにですね、こちらでですね、サバイバルをね、やっていきたいというふうに思っております。はい。で、ちなみにですね、私たち2人がですね、こちらのね、アシュリーちゃんとですね、レオンちゃんがですね、パーティーをですね、皆さんと共に、ね、参加するためにね、死守しようと今頑張っておりますんで、わー発狂してるなんか発狂してるやつが、松明をブブブブ振り回しながら、襲ってこられたんでね、はい。なんとかですね、ぶちのめしておきましたんで、はい。そこでなんとか、皆さんと共にですね、パーティーに参加するための準備を今、しこしこと進めている最中でございます。はい、ドンということで、はい。ちなみに皆さん、見ました彼女。はい。おっぱいがありますね、おっぱいが。そうなんです。今回の邪教徒ですね、なんと女キャラもいるということですね、はい。皆さんはね、おっぱいはね、どうでしょうね、大きい方が好きですか、小さい方で好きですか、なんかちょっとした面白い、なんか心理学だったか、なんだったか忘れたんですけれども、はい。どうですね、おっぱいが大きい人はですね、ちょっと収入が低めの人が多くてですね、おっぱいが小さい人が好きな人はですね、収入が、多めだというね、そういう研究データも何故かあるそうなんですね、はい。で、それをですね、いろいろと見ていくと、まあ、確かに島田紳助は、俺はな、もうなんかもう、吹いたら折れそうなくらい、くしゃな子が好きなんや、ということを言ってたんでね、彼に関してはですね、もう何十億というね、お金に満たされた方でございますから、まあ、確かになるほどな、お金持ちはそういうことがあるんだな、ということを思った次第なんですけどもね、はい。ということで、それなぜかというとですね、お金というものでですね、満たされているというものなのでですね、女性に対してですね、体を求めないと、まあ、体を求めているんですけれども、お乳にまで求めないという、そういうことが、まあ、傾向としてあるそうなんですね。はい、ということで、ここでなんか3体バコンとなっているんですけど、わーっと言いながら倒れていくということでございます。はい。で、なんかこちらを向いているやつがいるんですけど、あいつに関してはなんかこっちを見ている表情が腹立つんで、はい、ロケットランチャーで消し去っていこうということでございます。で、これですね、こっちをふっと降りるとですね、はい、後ろを振り返ると、女の子が、降りてくるかわいいということでございます。で、こちらですね、いろいろとね、銅像のね、固められた身、目の前にいた、びっくりした、全員倒したと思っていましたよ、はい。大声も、バイオハザードで出てくる第一強ということでございますね、はい。ってことでですね、こちらにですね、いろいろとアイテムがあるんですけれども、これを拾ったらですね、ここに、ね、なぜかね、なぜか飾られているというよくわからないやつですね。で、
彼女がですね、顔を取られているのはですね、あのフェイスイーターって皆さんご存知ですかね、バイオハザードビレッジのですね、あのシャドウズオブローズの中で出てきたフェイスイーターというキャラがいるんですけども、彼によってですね、あの お顔ちゃんをペロペロって取られちゃったんでね、はい、ペロペロって取られた結果ですね、顔がなくなっているという状態になっているということです。で、なぜですね、ここに本があるのかっていうのも私もですね、よく原因が分かってないんです。こんなところで本をね、読むなんてね、ゼロコーラ飲みながらということでね、はい、まあドリンクコーナーにはですね、あのまあいくらでもドリンク飲んでもいいよっていうね、そういう優しいところがあるのかもしれないんですけれども、まあゼロコーラしか選択肢がないということでですね、皆様なかなかね、お腹がパンパンになると膨れて、いやーもう2杯飲んだら十分ですわということが多いんですけれども、ちなみにこれが一体何なのかということを私も実はよく分かっていないんですよね。はい、観光ツアーのなんかうわーってなんかかなりあの怖くて怪しい音楽が流れたんですけれども、あっちの方にですね、何かいるのかなと思ったんですけど、何かちらっと見てもいないということなので、とりあえずパチッと回っておきましょう。スルッと回ってハッと、はい、でこちらを破壊しておきましょうということで、おそらくこれはですね、あのまあ筆跡なのかもしれませんね。これをね、あのぐーっと、これはよろしくないですね。猫ちゃんをこんな足毛にしているなんてことは良くないですね。はい、逆ですよね。猫ちゃんは大体ですね、あの暖かいところを求めていきますんで、あの人間の胸とかですね、首元に乗ってですね、はい、心臓を止めようとしたりですね、窒息させようとしたりするっていうことが、まあ、私もかつて経験したことでございます。はい、でこれに、ね、アシュリーちゃんがくるくる回してくれるのかなと思うんですけれども、残念ながらね、レオン本人が回すというですね、選択しか出てきていないという状態でございます。でこれを回してると、なぜか上の方でですね、あの後ろからね、おお、パーティーは私が参加するんやーって言ってね、張り切っている人たちがたくさん出てきているという状態なんですけれども、でこっちを見ていくとですね、あの追加でですね、あの釜を持たね、釜爺がいるんでね、はい、足が2本しかない釜爺がいるんでね、でチュン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 飛ばしてきてるやつがいますんで、あ、お、なんだなんだなんだ、アシステッドモードでどうやらですね、あのじゃあ、どんどんですね、あの向かってきてるんでね、はい、丁重にですね、あのまずは盾を破壊して差し上げましょうということでございます。で、こちらなんかまた発狂しているやつがうにゅ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 ういるということで、はい、あお、蹴りたいけど蹴れない、生きて、あ、生きてらっしゃいます、生きてらっしゃいます、生きてらっしゃいますんで刺して、あ、刺す前に先に、あ、この子ちょっと抱きつかれたいかも、あ、抱きつかるよ、あー、でもやっぱり無理、お風呂入ってなさそうだもん君、はい、ということで、やっぱり女の子はもうアシュリーだけで十分ということでございます。あれ、彼女もおっぱいがあるね。彼女もおっぱいがあるけど、ちょっと頭が、あの、発狂してらっしゃるんで、ちょっとそれは勘弁してくれよ、ということで、こっちもダダ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 、アシステッドモードが全然うまく発動してくれてないですね。あれ、こっちにはいない、そうですね。なるほど、アシステッドモードですんで、やっぱり、ね、敵の数もね、少なくなっているということですね。はい。ちなみにですね、難易度が上がっていけば上がっていくほど、敵の数も多いしですね、体力も増えるし、そしてですね、あの、敵の攻撃力も上がればですね、あ、さらにはですね、敵のですね、あの今、弓矢をチュン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 、ボウガンをね、チュン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 打ってきてた人たち、なんだ今なんかどっかでチュイ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 言ってたような気がするんですけど、そんなことはきっと気のせいでございますね。はい、第一関門突破というですね、予知能力かということなんですけれども、なぜこれが第一関門と分かったのかということはですね、もうやっぱりレオンはですね、特殊能力を持ったあのエージェントでございますからね。はい、ということでこちら向かっていきましょう。でこちらのですね、ボウガン野郎を倒したところでですね、何もお金が手に入らないというすごいケチな仕様になっておりますんで、ここでですね、今怒りのですね、ロケット弾をとりあえず一発発射しておこうというところでございます。はい、でこちらの方に進んでまいりますとですね、もう一つ片方にですね、私が取り忘れているアイテム等々があるということなので、こちらにです、ね、残念ながらお宝物があったんで、宝物があるということで、宝物をまずは取りに帰ろうということでございます。これをね、あの忘れて帰ってしまうとですね、私が目指しているですね、 CP をもらうというね、ゲヘヘなところが残念ながらできなくなってしまいますんで、はい、であの奥の方にですね、あのまだ待機していらっしゃるですね、敵さんがたくさんブー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 いるということでございます。はい、まあ、今日はちょっとあの非番になっている日、タイミングでございますので、今日は残念ながらね、いらっしゃらないのかなというところでございますが、なんかもうそんな、あの、股間をドアップにしなくてもですね、股間をドアップにしなくても大丈夫でございます。あの、ドアップにしなくても私に、あの、ゲヘゲヘと見ようと思ってますんで、はい。でですね、あの、こちらのですね、なんか、あの、いろいろと面白いんですよね。あの、こうやってね、何がパーンとパーンってなってる、ちょっと見える、パンティ見えたんで、行きましょう。はい。なぜですね、あの、なんか聖母マリアみたいな銅像がですね、あの上からね、こう逆さ向きつぶされているのかっていうのはですね、よくわからないんですけど、おそらく心の城主さんがですね、あのもうド S で仕方がないと、まあサラザールの S はですね、はい、あの、ド S の S ということでございますから、まあ、佐渡系がね、こうどんどん出てきてね、あ、もう残念ながらもうそういう趣味に付き合わされている、まあ、なんか銅像を作る人たちのあれなんでしょうね、ということでございます。ということで、ここをポコンと割ったらですね、スピネルはありがたいですね。スピネルがたくさんあることによってですね、あの、私も金のトークンを手に入れてですね、さっさとあの移動速度 8% 上がるというものを手に入れたい所存でございますから、そういうことを皆さんにですね、お付き合いいただいているという、そんな感じでございます、ね。で、ここでパコンと破壊しておくと、音楽がまたなんか、ひゃーとか言ってるんですね。でですね、音楽をね、あの、いろいろとね、あの、聞いているんですけれども、私も残念ながらでですね、あの、自分が喋っている声がうるさすぎてね、イヤホンを挿してはいるんですけれども、音楽がなかなか聞こえてこないという、そういうことでございます。
はい、これで第二関門突破しようと思って何か出てきたねということです。なんか先っちょから出てきてるよって、先っちょからなんかなんとか汁が出てきてるよってことでございますが、はい、はい、あの両サイドの銅像から出てきてるのは残念ながらゼロコーラでございますからね。はい、ダイエットしたい方に関しては大丈夫でしょう。で、人工甘味料をですね、あの取りすぎると太っちゃうよというような、ね、そんなね、あの話が出てきたりとかしてるんですけど、それ、ね、一体なんでなのかということをですね、言っておくとですね、人工甘味料そのものをですね、あの取りすぎてもね、残念、あのありがたいことに太るっていうことは、まあまずありえないんですね。で、なぜ太るのかというとですね、人工甘味料はどうやらですね、あのなんかですね、食欲を増進するなんか作用が働いているということでございます。で、しかもあの 0キロカロリーで提供されることっていうのがあまりにも多いということですので、あのやっぱりカロリーがない、ね、あの食べ物ではなかなか人間が満たされるということがありませんから、まあ、そのおかげでですね、あの人間食べ過ぎてしまうということがあの起こり得てしまうということになっているということでございます。はい、で、聖母マリアたちがですね、眺めている中でですね、いろいろとあるんですけれども、右翼感覚とかいったところで、残念ながら落ちてくれないということなんですね。とりあえずバーンとなんか後ろであのイナバウアー、あそこでイナバウアーをしている人が、あ、ようやく解きました、イナバウアーをしているけど、残念ながら解けちゃったということなんでございます。で、あっちの方で寝てた、あ、なんかしゃがんでいらっしゃるんで、かわいい、しゃがんでいるのかわいいんですけど、ナイスショットということでございますんで、あの中から出てこようとしてるやつがに関しても、もう一生こうと、一生と、あ、あ、一生と、後ろ追いかけてきて、なんか近づいて、なんかこのシーン見たことがあるよ。そうなんです。スーパーアトマイですね。あの、私はですね、あの、アシュリーちゃんをね、あの、2回ほど爆死させてしまいましたからね。はい。爆死させた罰ですね。あなたに飲み物なんかもう二度と提供しないわよということで、今飲んだコーヒーが全てなくなってしまったということでございます。で、一体どこからやり直しになるのかということが、今からドキドキしているんですけれども、はい、一体どこからやり直しなんでしょうね。全部またくるくる回すところ全部やり直しということだったら、私発狂しよう。発狂してやるかーくる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 。はい、ということでゼロコーラですね。ゼロコーラ、はい、だから皆さん、あのゼロコーラをですね、飲んだところですね、あの太ることっていうのはありませんが、あのゼロコーラだけじゃ物足りないからって言って、あの食事をですね、あの多めにしてしまうことによって太ってしまうという可能性が増大してしまいますんで、あの食事を取るときにですね、気をつけていただきたいというふうに思います。ちなみに私はですね、ちょうど1ヶ月前のですね、ゴールデンウィークのところでね、せっかくあのダイエットでね、4キロほど痩せて66キロくらいまで行ったんですけれども、まだ、あ、あのダイエットにはですね、あの残念ながらその後失敗しましてですね、何が失敗したかって言うとですね、あの食べ過ぎてしまってですね、食べ過ぎてしまったがですね、ゴールデンウィークの1週間で食べ過ぎてしまったがですね、はい、あの体重をですね、あの見事3キロほど戻してですね、69キロまで増えてしまったということでございます。ということなのでね、まあ1ヶ月経ってね、あの今ダイエットを仕切り直してですね、またあのどうにか66キロの方まで戻してきているんですけれども、やっぱりですね、あの食事ってすごく大事ですねということが、まあ改めて気づきましたと。いくら運動をね、あのがっつりやってですね、あの消費カロリーをですね、500キロカロリーとか1000キロカロリーで増やしたところでですね、あの食事でね、簡単にですね、あの1000キロカロリーとか2000キロカロリーっていうのが取れてしまいますので、そこがやっぱりですね、なかなかしんどいなっていうところでございますね。はい、そういうしんどい思いをしてですね、やっぱりね、あの体を健康面を維持しながらですね、あのスリムな体を整えたいという方はですね、もうぜひね、あの食事をまず意識してみられるということをお勧めしたいというふうに思います。ということで、バコバコ、はい、足がちぎれたということで、ね、足はね、あの見事にちぎれるものと、はい、包丁を通りたかったですね、ここをね、はい、くぐり抜けていきましょう。はい、通れるか通れないことはもう、通れないということは残念ながらいけないということでございます。はい、で、倒れておいてくださいということで、あっちの方でなんかあのこっちに来ているということがあるんですけれども、あのわざわざですね、向こう側にアイテムを拾いに行くというのが非常にめんどくさいでございますので、非常にめんどくさいので、こちらの方にですね、もうちょっと引きつけてから来ていただくようにしたいなというふうに思います。はい、そんなね、背中をね、あの私の方に差し向けてたらね、それはね、かつてはね、パコンってね、やられちゃうと。できたということなんで、ね、できたということで、早く戻ってきていただきましょう。早く戻ってきていただきたいと思いますんで、ああ、なんか腕がなくなっていても、それでも私は走るんだものというです、非常に元気なおじさんがいるんでね、はい、アイテムを拾ってですね、はい、ということで、彼はですね、あ、彼そんな大胆なことができるんですね。そんなことしたら、あのスカウトの中見えちゃうよということなんで、はい。ああ、そんな、レオーってね、さっき暇があったらですね、さっとこっちに向かって、なんでしゃがんでいらっしゃったのかわからないんですけど、はい、こっちに置いて、あ、レオンじゃない、アシュリちゃんこっちに置いて、はい、ゼロコーラでパーティーしよう、ゼロコーラで、足を引きずってても、それでも私は女の子が欲しいんやーって。こういうちょっとリアルな表現があるというかな、やっぱり RE エンジンは主要に進化してきている証拠なのかなというふうに思いますね。はい。まだ生きてらっしゃいますね。生きてるんだけど、スカートの中をベローンとお見せして、はい、あー、ようやく、お疲れ様でございました。ということで、ゼロコーラを飲みながらの、皆さんとのパーティーをね、カパティー会場を確保することができましたので、ぜひね、皆さんと共にね、パーティーをしたいというふうに思います。ところが、まあ、観光ツアーが先に続きますので、観光ツアーが終わったらですね、その打ち上げでですね、こちらでゼロコーラを皆さんと共に飲みながらですね、一緒にですね、どんなツアーが楽しかったですかということをですね、ぜひね、やっていきたいなというふうに思います。ということで、こちら、あ、違う違う。ほい。ほい。ちょっと待ってくださいね。皆さんのね、砂肝とかね、ちょっとそこら辺のですね、ちょっと、あるかな？あ、ないな。ないか。残念だ。
と皆さんのおつまみをね、手に入れたいなというふうに思ってたんですけれども、ちょっとロケットランチャーを構えるのが遅すぎたんでね、非常に失礼しました。はい。残念ながら、ちょっとおつまみはなくね、トゥルコーラだけをしこたま飲むというね、そういうちょっと苦行のような、パーティーになりますが、そこはね、ご予約ということで許してくださいということでございます。はい。ということで、登っていきましょう。あ、登ります登ります、はい、はい。ありがとうございます。ということでございますね。はい。でこちらもですね、かつて馬を飼っていた馬車なんでございますから、こちらの旦那が振り向いてくれないということでございますので、こちらの方に進んでいきましょう。大丈夫かシュリー。俺も喋りすぎて咳込みたいところなんですけれども、残念ながら咳込むとね、非常に大変なことになってしまう。でこちらにですね、ブラックバスちゃんがですね、飼育されていますんで、はい、あの水族館もね、兼ねてやっているということでございますので、こちらをちょっとドーンとやっておくことによって、はい、うわー、きっと次のチャプターが始まるときにはブラックバスがたくさん釣れるということでございます。はい、ということでですね、はい、今回観光ツアーね、この辺りで終了にしたいというふうに思います。ちょっとね、ちょっと、今からアシュリーちゃんですね、別の用事があってですね、はい、ちょっと観光ツアーしばらくまたレオンを一人でやるということになるんですけれども、まあ、ぜひ許していただけたらというふうに思います。はい、まあ、ちょっとね、花役がいなくなるとですね、なかなか皆さんのね、目のやり行くところをどこにやったらいいのかわかんなくなっちゃうよというような、そういうね、苦しいところもあるかもしれないんですけれども、まあちょっと彼女ですね、別の観光ツアーをしなきゃいけないというところがありますんで、はい、そういうこともあるということで、ぜひお許しいただけたらというふうに思います。ということで、ね、本日もね、動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひですね、次回パートもお楽しみいただけたら幸いでございます。チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンとね、あと、こんな観光ツアーもしてくれたらたくさん嬉しいよということでね、教えていただけたら幸いでございます。ちなみにですね、奥の方にも見える鉄格子ですね、先に進んでいくことによって、さらに最深部に向かっていくことができるようになっていますので、ぜひお楽しみいただけたら幸いでございます。ということで、以上となります。一回死んじゃってたはずですよね。一回死んじゃってたはずですんで、なんでもや、すべての武器商人による依頼をクリアする。あれ？今回なんかクリアしたやつありましたっけ？ちょっと忘れてしまったんですけれども、はい。ということで、死亡回数3回ということですね。2回ぶち殺して、1回ぶち殺してということでやってしまいましたということなんですけれども、まあそんなこともきっとご愛嬌だよということで許していただける皆さん、そんな優しい方々の集まりなんではないかというふうに思いますので、ぜひですね、そんなお茶目な古星さんも好きよって、観光ツアー楽しみにしてるわよということでおっしゃっていただけたら幸いでございます。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。バイバイ。